ちゃ。こんにちは、豊さん。はい。ライマルの話は下の動画でも覚えてますか？中日。したな。はい。まあ、一緒にカリスマ。ボメかみたいな。ボメじゃない。もぬけの花になるかみたいな。ね、ライマルが今シーズンで契約切れるので、争奪戦になるんじゃないかと。で、一緒にカリスマ。まあでも、キューバ政府のね、はい、意向もあるから、まあ、争奪戦って言っても、うん、そんなには簡単じゃないよね、はい。でまあ、中日に対してのその恩義とか、うん、キューバ政府がそうですね、まあ、そうだね、まあ、そういうのもあるから、うん、そんな簡単では俺はないと思うけどね。だとしたらこの選手はどうなるんでしょうか、はい。アリマルことアリエル・マルチネス選手が争奪戦になるんではないかというふうに、うん、今急上昇しております。なんでだよ、FA、今シーズンで契約が切れるんです。実は契約が切れるだけか。そう、契約が切れるんです。そうなんですよ。契約が実は1年間単年契約だったんですね。年俸が1億2000万円プラス出来高、うん、で今シーズンで契約が満了するんですけれども、はい、セリーグの球団の編成ある担当が決して安い選手ではありませんが、コンオフは例年と比べて FA 市場の野手が手薄、複数球団が動向を注視しているというふうに述べています、はい。プラスアルファセリーグだけではなくて、実はパリーグ球団も狙っているということで、パリーグで助っ人の野手がレギュラーとして活躍している球団は日本ハムとロッテだけ、他の4球団は気になっているでしょうというふうにコメントを綴っていますけれども、うん、でそんな中、アリエル・マルチネス選手が X のヘッダーを変えたんですよ、つい数日前に。そこから日本ハムの絵が消えちゃってたんですね。なので、もしかして退団するの、手放すのって言って、ファンが球団に抗議の連絡を。なんで抗議するの、捨てないでって、なんでって、アリマル取らないの来シーズンっていうふうに、なんかちょっと抗議の連絡も言ったそうで、編成上、うん、そりゃいるといいよ、うん、でもやっぱ清宮がああいう風になる、うん、レースがあれだけ打つ、はい、そうなってくるとやっぱキャッチャーということにもならんしな、うんうん、まあ浮くケースは出てくるよね、日本ハムで、はい、正直に考えると、うん、で外野ができるわけではないし、うん、だからファーストとキャッチャーということになってくると、キャッチャーいらない、でファースト清宮がいる、はい、まあいると大きいけどね、あの選手は、うん、また出てきてホームラン打ちましたからね。いやだけどやっぱマルチネスの心情を考えると、うん、やっぱり出たいよね、ゲームにね、レギュラーで出たいで、そうなってくるとやっぱり日本ハムじゃないかなっていうような気はするけどね。なるほど。いやもう移籍ができるんであればね、はい、アボカドとの交渉ができるんであれば、うん、まあ一番そうだな、出やすい状況にはあるね。すでにこの日刊現代のオンラインの方でも、セリーグのやっぱ何球団かは注視しているし、パリーグもやっぱりその動向を注視しているっていうことは、やっぱりその、ね、1億2000万円1年間安くはないけれども、その日本でこれまで実績があるっていうことは非常にまず大きな、まあまあそうだね、まあでも今年はね、うん、あれだったかもわかんないけど、昨年までのマルチネスを考えると、はい、やっぱ1億2千万が高いか安いかって言ったら俺は安く感じるよ。うーん、あ、いやだからセリーグで言えば、はい、まあ、広島、はい、ファーストが空いてる、うん、なるほど、うん、広島とか、はい、まあそうだな、まあ、DeNA もオースティン間によっては、はい、っていうようなこともあるし、ただファースト取ったんですよね、 DeNA ね。まあ取ったけど、あれも半端ないな飛距離が。いやだけど、まあ、取ったけどもどうなのかっていうのはあるし、ああそうか、うん、例えばあとパ・リーグだと西武、まあ、中日に変えるんじゃない、中日に、いやキューバ西武が、いや中日がちょっと戻してもらえないかって、ファーストっていうことでもいいしな、うん、はい、そうか、そうするともう中田選手だったりとか、まあ、今福中選手、石川昂弥選手もファースト、まあ、やったりもあります、ね、でキャッチャーもやらしてもいいんだよ中日で、うん、いや本当に、いやだってさ、だってそうじゃない、打てるキャッチャー欲しいだろう、欲しいですね中日は。まずなんで手放したのかがちょっとわからないんですけど、いやまあ出るマークがなかったよね、それまでね、まあ、そういう発想がなかったよ、ファーストに行くとか、そうか、うん、でファーストはビシエドがいたし、あ、まあいましたね、いやだからそういう意味ではそのまあ中田翔とかもいるけども、うん、まあどうなってくるかっていうのがね、うん、あるし、うん、それはマルティネス入ったら嫌だよ、中日に。そっか、いやだって福永とかがやってんだもん、お前。
そうですよね。ほらお前4番打てるマルティネスが入ったら、うんうん、それは結構嫌だぞお前中日。嫌ですよね。去年までいたんですけどね。なあユニフォームまだあるのかなっていう。まあ中日でも面白いと思う。そうか。で中日が一番やっぱこうキューバ政府とはつながりは強いでしょ。うん、でキューバのもちろんあのねライマルもまだいるっちゃいるので、そう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 、もしかしてわかんないですけど。だからまあマルティネス次第だけどな。そうです、ね、いやちょっとそれは勘弁してくれて政府と話すかもわからない。うん、ただねあとは政府がどういうふうな意向、まあそうだな、金額面に走るのか本人の希望をより。でも俺ねパリーグには移らないと思うよ。同じパリーグには。それ日本かな。もう俺は移らないような気がするけどな。それはその日本ハムへの恩義というかそういうことですか。まあそれもあるし西武に移りたいと思うか。でもキューバ政府は西武ってなんかまあ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 そうだ、ね、まあそうだけど、まあ本人的によ。本人的にでも分かんない。レギュラーが確約されてればっていうのはあの多分、まあ、レギュラーは確約されるよね。球場の立地面とかは分からないと思うんですよね。だからまあ立地面からいやもう移動もしてるしさ、そういうことを考えると、うん、環境とかいろいろ考えるとさ、うん、エスコンから西武行くか行けるとしたら、まあ、そうですよね。そうだろう。確かにまあ言われるとっていうところありますよね、うん。まあ、楽天も可能性あるな。可能性ありますよね、うん、そりゃやっぱ争奪戦になるのは分かるわ。そうですよね。で右で打てる外国人、うん、それも一生懸命やるしね。そうなんです。この選手は、うん、プラスアルファあの近年新外国人野手は 3A に好選手があまりいないと、うん、で日本の投手のレベルもアップしており当たりを引きづらくなっているということで、今年で言うと例えば巨人のヘルナンデス選手とかモンテス選手、あとまあレイス選手でも、まあ、いい選手当たったなっていう方いますけど、うんまあね、近年本当に少なくなってきているので、まあ、そうだな。その分からない選手にかけるよりももう実績のある選手の外国人。いやそりゃそうだよ。ありますよね。もう日本に慣れてるしね環境にもな、うんうんうん、でまあ日本語にも慣れてるし食にも慣れてるしさ、はい、それはやってくれてる人の方がいいよね日本で、うん、そうですよね、うん、だまずは日本ハムありきの路線で今シーズンオフ話は行くのかな、まあ、日本ハムがどういうスタンスなのかちょっとわからないんですけれども、プラスアルファは複数球団がキューバ政府との交渉に入っていくのかなっていうふうな、うん、キューバ政府は、ね、今シーズンオフはライマル選手とアリマル選手っていうふうに結構ねキューバ選手との交渉が活発になりそうですね日本球団と。あでもまあ中日がな、うん、やっぱその鍵を握ってるような、まあ、そんな感じがするけどな。そうですよね、うん。あとは同じ日本ハムでスティーブさん教授ですね、豊さんがよく、はいはい、教授があの昇格しまして、10日でただ再び2軍に行ってしまったという、これちょっとね寂しいなっていう、なんか流れが悪いな。俺できない選手じゃないと思うけど、うん、成績が出てない、ね、ノーアウト満塁で代打送られるみたいな、うん、で相手もいいピッチャーで誰だったかな、それはなかなか打てないようなそういうピッチャーがマウンドに多分いたと思うので、そこに代打に行った、まあ、成績が出せないのが一番本人がね、うん、まあ、悔しいし一番ダメなところなんだけども、やっぱこうね流れが悪い感じがするわ。あ、まあ、例えばよし久しぶりの先発佐々木朗希とかさ、うんうんうん、そこにそうか、でもそこを期待してるんだと思うけども新庄監督は、うん、いやだからちょっと見ていて、あこれまたここで使われると厳しいなとか、うん、まあ、そういうところに当たっちゃうよね、ちょっと不運かなっていう、うん、っていうのは感じる、うん、でも力があるかないかって言ったら俺はあるっていうふうに思ってるけどもね、うんうん、だからまあそこら辺 の, そのやっぱ流れが悪いなとかは思う。あそうなんですね、うん、ってなるとやっぱりあのレイエス選手と一緒に今年加入してきて、やっぱレイエス選手が後半これだけの活躍をする、おそらく来シーズンも日本ハムどういう契約になってるかわからないですけど、いやいやいるよ。そうですね、レイエスはってなると、まあ、スティーブンソン選手もがどうなるのかなっていう、まあ、契約上ちょっとどういう風になってるのか今わからないんですけど、まあ、そうだな。いやスティーブンソンは俺やると思うよ。ただ流れが悪かったって、最初からの、うん、でまた上がってきたら使われたら流れが悪いところで使われたみたいな、うん、そうか。そらね、やっぱ本人が一番悔しいとは思うけども、うん、やっぱなんかこうピッチャーでもあるじゃん、うん、ありますね、うん、もうちょっと楽なところで投げさせてやらないかみたいなところが、
うん、厳しいところで打たれたとか、はい、まあ、それは打たれるよなみたいな、うん、でも逆にスティーブンソンでいやこれ厳しいなってこのピッチャーいきなりって思うところで使われてるからちょっとかわいそうなところもあるけどね。そうですよね、うん、でもやんなきゃいけないな。そうですよね、まあ、来シーズンちょっとどうなるのかピコハンターは分からないですけれども、うん、はいはい、ただそのどうですか、仮に他球団に行ったとしても活躍っていうのは、いや俺はできると思うよスティーブンソンは、うんうん、だからまあセーブなんかいいんじゃないかなと思う。あ、西武スティーブンソンいいかもしれない。いや西武だったら重宝してくれるかも。そうですよね、うん、だから他球団で欲しいっていうところはまああってもいいんじゃないかな。板倉さん的には、まあ、そうだね、まあ、スティーブンソンって一番タイプなんだよね、外国人の割にはやっぱ足も使えるし、はい、だから西武って一番にはまると、うん、まあ、非常に重宝してくれるよ。あの過去に外国人選手一番ってありましたよね確か。 あったっけな、うんうん、まあ、でもスティーブンソンというのはやっぱり一番タイプだから、はい、うん、だからそこにはまってくれると、うん、まあ、西武でも大事にされる選手になってくる。うん、うん、そうですよ ね、うん、ね、今シーズンはちょっと外国人選手、外国人投手が、うん、まあ、契約が切れてその後去就どうなるのかっていう、まあ、ビシエドもな、まあ、いろいろあるし なんか自らで日本人扱いだから。そうですよね、うん、なんか自らねないかもしれないみたいなことをコメントして中日では、それがちょっとファンの中でざわついているはいるんですけれども、でも給料下げるとな、まあそうですね、取ってくれるところもあるかもわからないしね、うん、日本に縁があって来た外国人が、うん、やっぱ日本でまだ残ってプレーできるっていうのは、まあ、やってほしいけどな。そうですよね、まあ、せっかく縁を作ったんだからね、うん、日本とね。でそういった外国人選手たちってみんなこぞってあの日本大好きですっていうふうに言ってくれるので、まあ、やっぱり日本での来シーズン以降の活躍も見たいですし、ね、多分バルバッコアに行ってる。どこですか？バルバッコアに。バグワックは？バルバッコアっていうお店があるんだよ。どこにですか？いや、いろいろある。六本木もあるし青山にもあるし、肉なんだよ。はい、いろんな肉、シラスコ、ああそのお店なんだけど、はい、多分ね、そこら辺で集まってる、みんなで仲間同士で集まって、そうそうそう情報交換とかしたりしてるんですかね。そう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 、まあ、ああいうところが一番集まりやすいだろうなと。あ、なるほどね、気もね、あの気兼ねなく、でお肉だしな、お肉パワーになるし、そうそうそう、まあ、今シーズンはね、日本人選手も FA する選手たちもまあいますけれども、はい、こういった外国人選手の動向っていうのも気にしつつになりそうですね。はい、はい。